everyone. Welcome back to my channel. This is Saki. 皆さんこんにちは。ニューヨーク在住アーティストの Saki です。今日は久しぶりに日本語で動画を撮りたいと思います。最近いろんな日本の YouTuber の方とコラボする機会が増えてきて、私はとても楽しく撮影をしているんですが、その中でよく発音を私がどうやって具体的に伸ばしていたのかという質問をいただいたので、今日は発音に関する4つの Tips を皆さんにご紹介したいと思います。以前も実は発音についての動画を出したことがあるんですけど、今回はステップごとに私がどういうふうに発音向上のための勉強またトレーニングをしたのかを皆さんに共有したいと思います。いつも動画の中でお伝えしている通り、これはあくまでも私の経験なので、ぜひ参考になるところは参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速いきましょう。まず Tips 1、 リスニングをたくさんすることです。とにかく聞いて聞いて聞いて聞きまくることがすごく私は大事だと思ってます。私たちが日本語とか母国語を喋れるようになるのって、基本的には赤ちゃんの頃からずっとずっと聞いてるからだと思うんですね。文法を勉強したりとか特別何かトレーニングを受けてるわけじゃないけど、日本語がこうやって喋れるようになってるっていうのは、私は聞く量がすごく多くて、その間に自然に習ったり身につくことなのかなと思っています。なので英語もこれと同じで、とにかく聞く量を増やすことをまずは私は一番最初に行いました。この時にすっごく大事なのがネイティブの英語を聞くことです。とにかくネイティブの英語をたくさん聞いてください。私もたまに英語で YouTube で話したりするんですけど、私の発音の真似はできればしないでください。なぜなら私はネイティブじゃないので、間違ってるところもたくさんあるので、まずはネイティブから学ぶ、ネイティブの話している言葉を聞くのがすごく大事です。私は以前面倒くさがり屋の私がっていう動画を出したように、すごく面倒くさがり屋なので、自分に合った楽な方法で続けていくことが何よりも私にとっては大事だったんですね。なので映画でもいいし、音楽でもいいし、ポッドキャストでもいいし、皆さんが好きなトピック、分かるトピック、気になるトピックから内容を選んでリスニングを始めるのがいいのかなと思います。この時にあんまりレベルの高いものを選んでしまうと、あんまり続かない傾向が私はあったので、最初のうちは簡単でもいいから、とにかく量を増やすことが大事です。そうやって量を増やして聞いてるうちに、内容が 100% 最初頭に入ってこなくても、例えばネイティブのリズムをつかめたりとか、会話のテンポ感をつかめたりするので、発音そのものだけではなくて体感として量を増やしていくことがすごく大事なんじゃないかなと個人的には思っています。私は最初は音楽がすごく好きで、音楽の歌詞を覚えたりするところから始めて、映画を見たりとか、例えばハリーポッターを何回も見たりとか、そういう楽しいところから始めていって、こっちに来た当初はポッドキャストでネイティブの日常会話を流しているポッドキャストがあるんですけど、そういうのを聞いてみて日常会話にこう慣れてみたりだとか、あとはテッドトークを使ってリスニングの量を増やしたりしていました。はい、ティップその2、 IPA を学ぶことです。これは何回も私の動画に出てきていると思いますし、先日の厚英子さんとの動画でもお話ししてたと思うんですけど、国際音声記号というものです。皆さんもこう単語帳の英語の隣になんか変な記号が書いてあるのを見たことがある方もいると思うんですが、あれが IPA です。 IPA は International Phonetic Alphabet の略なんですけど、どの言語でも通じるように音声学的に分析されて作られた文字なのでですね文字なんですね。私がどうしてそんなに IPA を押すのかっていうと、正しい音を学ぶっていうところがすごく大事だと思うからです。さっきのリスニングにもちょっとつながるんですが、ネイティブが実際にどういう音を口の中で生み出しているのかっていうことを、勉強するのは私はとても重要だと思っていて、それを音素レベルってよく言ったりするんですけど、一音一音噛み砕いて音を作っていく練習をするのがとても大事だと思います。 IPA の学び方は発音スクールに行ったりとか言ってもあると思うんですけど、まずは YouTube で全然学べます。 IPA を解説している講師の方は YouTube 上でたくさんいるので、それでまずは一つ一つの音を、抑えていくのが大事かなと思います。私はこれは大学院中に勉強したんですが、もうとってもとっても役に立ちました。自分の弱い音が何かも分かったし、自分のずれてる音が何かも分かったし、自分の発音のテンデンシーも分かったし、 IPA 正しい音をしっかり学ぶっていうのはインプットの重要な、ステップの一つなのじゃないかなと思っています。 Tips 3は
自分の発音を理解することです。私は自分の英語をたくさん聞きました。そして今も聞いています。 YouTube を編集する時とかに自分の英語を聞いて、実はあ、ここの音ずれてるなとか、ここの音間違ってるなとか、自分はこういう音と思っていたけど、実は調べて IPA 見たら、あ、実は違ったなとか。簡単な例で言うと、例えば海外、外っていう abroad、 abroad っていう単語がありますよね。それをつい最近まで私は abroad、 abroad って発音してたのかな、 abroad。 あれ、なんかこれ違うなと思って IPA の音を調べたら、 o じゃなくて o という音とか、そういう風にこう自分でも気づいて直していってるんですね。これはもちろん YouTube をやってからも、まあ、たまたまこういう形でやってるんですけど、それより以前は自分の発音をよくレコードして、で聞いていました。自分が正しく言ってるつもりでも、あ、なんか違うなっていう音が絶対に出てくるので、それをこうなるべく一個一個直すようにしていました。でもこのチップスさんは 1,2 のステップを踏んでないとなかなかできないんですよね。自分の発音の違いを知るとか、違いが分かるようになるためには、その分やっぱりインプットが大事なので、私は特に、リスニング、そして IPA の 1,2 のステップをすごく大事にしてるんですが、それが、ある程度できてきたらとか、まあ、並行でもいいんですけど、自分の発音をよく聞いて、どこが間違っているのかを認識することが大事だなと思います。これで以前アツさんとのコラボ動画、アツさんのチャンネルの方で上がっている動画で、エルサというアプリを紹介しました。で、実はこれ私は使い続けていて、以前の他のコラボ動画でも紹介したことがあるんですけど、エルサを使ってるよっていうことはあんまり皆さんに言ってないので、ちょっとそれを紹介しますね。エルサはまさに今私が言ったことと同じで、自分の声を録音して発音を、AI アプリが聞き取ってくれて、どこが間違っているよっていうのを認識してくれるんですね。例えば私のこの発音のテスト結果があるんですけど、私は W とか V とか B の音が苦手で、シュワサウンド、この前アツさんとの動画でもあったんですが、あっていう音が苦手だったりとか、でも PTK とか、とVの違いとか、はすごくうまいんですね。 L と R の違いとか、そういうのを全部テスト結果でここに出してくれていて、でそれに合わせて学習プランを作ってくれます。私はこのアプリで自分の発音を見てみて、どこが弱いのかを認識して練習するっていうことを繰り返ししていて、でその時にすごく集中的に、なんか何回も言えるようになるまで練習しなかったとしても、頭の中に、あ、この音前も弱かったなとか、この音前も指摘されたなっていうのが残っていくので、それだけでもこう意識的に変えていけるようになるっていうところにすごく高いポイントを感じています。で、私がエルサがすごく発音向上全般的、スピーキング全般的に役立つなと思うのは、ただ発音記号だけじゃなくて、例えばリンキングサウンドって言って、例えば if I じゃなくて if I っていうとか、その抑揚とかリンキングっていうんですけど、どこをつなげるとかの部分まで練習プログラムがあるんですね。あとは dropping consonants って言って、子音を落として発音するですね。 gift、 贈り物の giftGift って単数形だかと言うけど、 T を発音するってことですね。けど例えば複数形になると Gifts、 Gifts って言って T を発音しないとか、そういうところまでしっかり勉強できます。私は特にニューヨークで今生活をしているので、なかなかネイティブに日常会話の中で発音をこう強制されるとか、発音を指摘されるっていうことがないんですよね。なのでこうやってちゃんと自分の発音を指摘してくれるアプリっていうのは、私にとってはすごく貴重で役に立っています。Tips 4は、アウトプットをするということです。これは、まあ、1,2,3 全て並行でもいいし、その後でもいいんですけど、とにかくアウトプットをして言葉に英語を出していく機会っていうのがすごく大事だと思ってます。私はいつもオンライン英会話って言ってるんですけど、正直カメラの前で自分が英語喋ってみるだけでも全然いいと思います。ここで大事なのはシャドーイングとかももちろんすごく大事なんですけど、なるべく自分の言葉で喋っていく、その中で発音が例えばどうなのかなとかの、だんだんと矯正できるようになっていくっていうのがすごく大事なポイントじゃないかなと思っています。あとこれは心構えとしてなんですけど、発音は
悪くても大丈夫です。発音が気になって喋れないよりかは絶対喋ってみた方がいいから、喋ることによって発音がどんどん上手くなることがあると思います。皆さんも多分私の過去の動画と最近の英語の動画を比べてみると多分きっと違いに気づいてくれるんじゃないかなと思います。それはやっぱり私が喋る機会がすごく多くなっているからだし、なったからだし、その分私は練習できているという感覚なので、発音が悪くても怖がらずにどんどん喋ってみる機会を作っていくのがすごく大事なんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日は発音向上のための4つの Tips をステップごとに解説してみました。なかなか最近は解説動画がなかったので、私も撮影していて楽しかったです。何か皆さんの役に立てば嬉しいなと思います。私の場合は特にニューヨークに来てからの英語に対しての劣等感だったりとか、あとは自分の職業上人の前に立ってお話しすることが多いので、そのためにもネイティブに伝わる英語が喋りたいなと思って発音を本格的に勉強をするようになりました。すごく発音矯正は正直すっごく地道な作業だと思うんですけど、皆さんと一緒に私も今後も頑張っていきたいと思います。今もまだまだ勉強中だし、これからもたくさん勉強することがあると思っているので、もし皆さんいい発音向上の、アプリやサイトなどおすすめがあったらぜひコメント欄で教えてください。今回紹介したエルサっていうアプリなんですが、私はもう1年以上前から使っているんですが、今回たまたま私の視聴者の皆さん向けにダウンロードのリンクを送っていただいたので、ぜひよかったら皆さんもダウンロードして一度使ってみてください。絶対私が言ってる意味がわかると思います。私基本的に使ってるアプリしか絶対動画の中で紹介しないので、皆さんにぜひシェアしたいなと思って今回は共有しました。次回はスピーキングの向上の方法を動画にしたいなと思っているので、そちらも皆さん楽しみに待っててください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。